ガシャーン。よいしょ。あ、もしもし。今ちょっと不審者が窓を割って入ってきたんですよ。でちょっとスポンとやってやったもんで、なんか窓の外でなんか吠えてるんですよ。のぞき回って、お忙しくなかったらちょっと来て勝たしてもらえませんかね。はい、中村一郎です。何丁目の何番地の中村一郎です。はいはい、じゃあよろしくお願いします。さてお茶でも飲むかな。お茶はないからキリンのグリーンズフリーでも飲もうかね。お引っ越しが近くなるかな。いただきます。まあマリさんが来るのも15分はかかるんだろうな。どこがいいね。救急車頼んでねえのにな。やっぱ救急車頼んどいてやった方がいいかな。まあいいやな。しかし一人で来るんだな。2,3 人で来るかと思ったら1人だな。さらに10分ほど時が流れました。こんばんは。あ、お忙しそう。ありがとうございます。どうしたんですか。スポンって何ですか。いやこういう状況なんですよ。見ちゃわかりますよ。泥棒でも入ったんですか。いや泥棒かどうかわかんないですけど、待ち伏せしてたんですよ。何をですか。いやほら今泥棒株式会社の皆さんが暗躍なさってるんでしょ。先月は吉田さんのとこで、で先週は高橋さんのとこでやられたじゃないですか。え、来たんですか。だと思うよ。ガシャーンって割ったからね。そろそろ連中も来るかなと思って、2晩ぐらいね、毎日ここで夕飯食った後、明け方までね。ただ今日、今しがた。
で何になさったんですか。いやガシャンってやって鍵をね開けようと思って手を突っ込んできたからよいしょってやったと。何ですかそのよいしょっていうのは。これです。日本刀じゃないですか。それ模造刀ですか。いや本物ですよ。本物ですよってまさかそれを抜いてスポンってなさったんですか。そうですよ。でそいつどうしました。そこに転がってません。しばらくのたうち回ってましたけど。いやいませんよ。いない。じゃあ帰っちゃったのかね。でも随分血があっちへ行ってますね。ちょっとごめんなさいよ。長村一郎さんいました。裏の速攻のあざまつ片上突っ込んで絶命してました。あ、そう絶命ですか。死因は何ですかね。出血多量だと思いますよ。ずいぶん巻いてますからね。救急の手立てとかしてやんなかったんですか。いやちょっとね、これを飲んでたもんでね、時期収まるかなと思って。そうですか。これはやっぱり絶命ってことだと。おまりさん、私は懲役刑ですかね。まあそれはないと思いますよ。家屋ぶっ壊して侵入してきた人間に、ね、刀でスポンってやっただけでしょ。だからちょっと難しいかな。一応でもすぐ警察へ連絡取りましたからね。いいんじゃないですか。警備会社の方もお見えになりました。どうします。そうね、もう警備の会社の方にはやってもらうことないですからね。そうだな。あ、ご苦労さん。一応もう、片付きましたから。あ、そう、ご苦労さん。じゃあ、一応、同僚がもう、救急車呼んでありますから。まあ、救急車っつっても、焼き場持ってくるのかね。一応、見たことない顔ですからね。この町の人間じゃないですね。で、いくつぐらいの悪党なんです、そいつは。まだ若いな。まあ、23歳ってとこじゃね、ないですかね。あ、そうですか。そいつにもやっぱ親がいるんでしょうね。まあいるだろうな。下手すと女房子供もいるかもしんねえな。まあね、夜中におそんちの窓がバールで割って入ろうとしてスポンだからね。まあそれだけの人生だったってことだね。これで、中村さん、これ、なんか、動画かなんか、あるいは、今お見えになった、セムの、方ですよね。と、防犯カメラ回ってますよね。回ってますよ。
じゃあそれで一件落着じゃないんですか。だと思いますよ。じゃあこれまあなんかこう塞いだ方がいいんじゃないですか。でもまだ今蚊も入りませんからね。じゃあ帰ります。どうもありがとうございます。いいですよ。じゃあ戸締まりってもうなんですね。ここ問い皿なんかかぶせといたらどうです。いやもう少しねここで待ち伏せしてみようかなと思って。なんですか。いや私が来るかもしれないでしょ。この辺で金持ちっていうとね、こちらの方とこちらの方とはうちぐらいですからね。まあ急ぎ働きならやつから連絡がいってますかね。どうだろうな。血の撒き散らしようじゃ携帯で連絡取ったかな。でしょ。ってことはどうしたかなって見に来ると思うんですよ。だからもう少しね待ち伏せしてみようかなと。それももう降り立ち来ましたからね。もう目についちゃってますから。そうですね。じゃあありがとうございました。いやいいんですよ。さてどうしたもんかね。まあもう少し待ち伏せしてみようかな。でもよかったな、23度だからな。ランニングシャツとグリマーの長袖じゃちょっと寒いな。ちょっと寒いな。おしまい。あのね、前回もまだ誰も見てくださってませんが、その今ね刃渡り6センチ以下のナイフしか持っちゃいけないってことになってるじゃないですかね。それは銃刀法でしょ。で日本には日本の文化ってのがありますから、世の中に偶然ってないんだよ、で日本にはそういう文化がね、私のおじいちゃんのお父さんがそうですからね、母親の名字とはそうですからね、まあね。で日本にはほらね、ほんのちょっと前こういう文化があったわけですからね、世界中で武士道武士道なんて言ってね、で昔ながらのね伝統文化をまたね日本国憲法で明文化してね、日本人は誰でも日本刀を所持していいですよと。今のちょっと前の寸劇、このすっぽんがなかったらどうします。で、そういうことで Thank you for watching. Come back again next Sunday.
When would it come? I couldn't know it. But was it good for you? いずこの地も、それぞれに、home.May 7th, 2023, Sunday evening. Seven 58 p.m. rainy day.